はいどうも、モーリーです。今回は J1 各クラブのここまでの移籍動向について確認していきたいと思います。今回の配信では浦和レッズについてやっていきたいと思います。このチャンネルでは普段湘南ベルマーレを中心に動画配信をしていますが、他の J リーグクラブの情報配信もやっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録お願いいたします。さあ、それでは移籍動向を確認していきましょう。今回は浦和レッズについてです。浦和レッズは2021シーズンでは J1 リーグ6位でフィニッシュとなりました。監督はリカルド・ロドリゲス監督が継続で2年目となります。浦和レッズの2021シーズンでは J2 で活躍を見せていた秋元選手や小泉選手、平野選手などを補強し、若手選手をうまく使いながらリーグ戦は6位でしたが、天皇杯を優勝し2022シーズンの ACL の出場権を獲得しました。リカルド・ロドリゲス監督となり、スタッツではパス数がリーグ4位、攻撃回数はリーグ17位、しかしシュート決定率ではリーグ4位と、しっかりボールをつなぎ決定的なシーンを作り出して決め切ることができていたシーズンだと思います。また浦和レッズの強みとして得点パターンに偏りがないんですよね。ショートパスからの得点、スルーパスからの得点、クロスやセットプレーからの得点など、得点数がほとんど同じで、多彩な攻撃から得点に結びつけているのが良かったですね。さあ、それでは今オフではどのような補強がされるのか、ここまでの移籍情報を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。まずは対談情報です。今オフは J1 で一番入れ替えのあるクラブなんではないでしょうか。ポジション別に確認していきたいと思います。まずはゴールキーパーです。ゴールキーパーでは塩田選手の引退発表がありましたね。2021シーズンで出場があった西川選手、鈴木選手以外が入れ替わる形となりました。続いてディフェンダーです。ディフェンスでは6名が完全移籍、3名が期限付き移籍となりました。その中でも昨シーズンまで主力で活躍していた牧野選手がヴィッセル神戸へ移籍、山中選手がセレッソ大阪への移籍がありました。また昨シーズンまで期限付き移籍でシントトロイデンへ移籍していた橋岡選手が、今回完全移籍でシントトロイデンに移籍することとなりました。続いてミッドフィルダーです。ミッドフィルダーでは1名阿部選手が引退、4名が完全移籍、2名が期限付き移籍となりました。その中でも主力であった田中選手がアビスパ福岡へ完全移籍、ゆるき選手がヴィッセル神戸へ完全移籍、そして金子選手が京都サンガへ期限付き移籍、武田選手が大宮アルディージャへ期限付き移籍と、期限付き移籍組に関しては成長して戻ってきてほしいですね。さあ、続いてフォワードです。フォワードでは興梠選手がコンサドーレ札幌へ期限付き移籍、杉本選手がジュビロ磐田へ期限付き移籍となりました。その他の選手も移籍が多く、トータルでは2名の引退、12名の完全移籍、8名の期限付き移籍となりましたね。非常に多い動きだったと思います。さて、ここからは加入情報について確認していきましょう。さあ、加入情報についてはどのポジションも良い選手の補強が多い印象ですね。こちらもポジション別に確認していきたいと思います。まずはゴールキーパーです。ゴールキーパーでは水戸ホーリーホークから三重川選手が完全移籍で加入しました。昨シーズン水戸の守護神を務めた195センチのゴールキーパーは、浦和レッズでゴールマウスを守ることができるのか、スタメン争いにも注目していきたいですね。続いてディフェンダーです。ディフェンダーでは4名の完全移籍で選手の獲得をしました。正直全員かなり良い選手の補強だと思います。まずは FC 琉球から知念選手を完全移籍で獲得。大柄ではありませんが、空中戦や1対1に強く、ビルドアップがうまいレフティのセンターバックですね。続いてサガン鳥栖から大畑選手を完全移籍で獲得。まだ20歳ですが、昨シーズンサガン鳥栖のレギュラーとして活躍を見せていた大畑選手の獲得は熱いですね。主戦場は左サイドバックとなると思いますので、秋元選手とレギュラー争いになるのか、大畑選手をサイドバックで置いて秋元選手を前で使うこともできますね。続いて大宮アルディージャから馬渡選手を完全移籍で獲得。
これで8年連続で移籍をしている馬渡選手、2020年では湘南ベルマーレにも在籍をしていました。昨シーズンはリーグ戦41試合に出場し7アシストを記録。セットプレーやクロスの精度が素晴らしく高く、右サイドでも左サイドでも起用できるのはストロングポイントですね。続いて鹿島アントラーズから犬飼選手を完全移籍で獲得。これはもう主力スタメン間違いない大型補強ですね。空中戦1対1の強さはもちろん、センターバックながら昨シーズンは5得点を挙げています。今シーズンの浦和レッズのセットプレーからの得点が増えそうですね。さあ続いてミッドフィルダーです。ミッドフィルダーでは大学からの加入が2名、完全移籍での獲得が3名、期限付き移籍が1名となっています。まずは大学加入組は2人とも琉慶からの加入となっております。宮本選手は3年の時に加入が内定しており、2年連続で特別指定選手となっていました。運動量豊富なサイドバックでボランチもこなすことができます。そして安井選手は中盤で運動量が多く、ボール奪取能力が高いミッドフィルダーです。この2人のルーキー選手がどこまで試合に絡んでいけるのか楽しみですね。続いて水戸ホーリーホークから松崎選手を完全移籍で獲得。これまたすごい選手が来ましたね。右サイドハーフのレフティはドリブルがめちゃくちゃうまいです。ボールを持ったら1枚は確実に剥がせますし、シュート精度も良いですし、スルーパスからのチャンスメイクも抜群です。昨シーズンは41試合に出場し8得点6アシストを記録。ボールを持ったらワクワクさせてくれる注目な選手です。さあ続いて横浜 FC から松尾選手を完全移籍で獲得。浦和ユースで育った男が帰ってきましたね。トップスピードに持ってくまでの瞬発力がとにかく速く、一瞬で相手を置き去りにできるドリブラーです。昨シーズンは30試合に出場し3得点1アシストを記録しています。さあ続いてスパルタプラハからダビド・モーベルグ選手を完全移籍で獲得。最近流行りの北欧の選手の加入となりました。スピードがありドリブルが得意なレフティのウィンガーです。鋭いシュートやセットプレーも得意としている選手ですね。2021シーズンでは13試合に出場し2得点を記録しています。その前の19-20シーズンでは26試合に出場し10得点を記録していた選手です。J リーグでの活躍が楽しみですね。続いて徳島ボルティスから岩尾選手を期限付き移籍で獲得。リカルド・ロドリゲス監督が徳島で絶大な信頼を置いていた岩尾選手が期限付き移籍ですが、浦和レッズ加入となりましたね。ゲームメイク、ゲームコントロール能力が非常に高く、攻守においてキーマンとなる選手です。さあ続いてフォワードです。フォワードの獲得は高校からの加入選手のみとなっています。京都立花から木原選手の加入です。ボールキープができ裏抜けが得意でポジショニングも良く、ゴールを狙える選手です。素晴らしいストライカーがいる浦和レッズで多くのものを吸収し試合に絡んでいってほしいですね。ということでここまでの移籍情報のまとめです。まず一つ目はこちら、若返りを図る大きな入れ替えということで、浦和レッズ3カ年計画最終章ということで大きく動いているオフシーズンなのではないでしょうか。非常にねベテランの選手が移籍をし、若手でノリに乗ってる選手の加入が多い印象があります。さあそして2つ目はこちら、補強選手の能力が高い。昨年に続き J2 からの個人昇格で連れてくる選手のレベルが非常に高く、間違いなく活躍できる選手が多いのが浦和レッズの素晴らしい補強ポイントだと思います。さあそして3つ目はこちら、フォワードの補強が必要かというところで、今シーズン ACL も戦う中でキャスパー・ユンカー選手、江坂選手以外に核となるフォワードがもう一人いてもいいんじゃないかなというような印象があります。まだ移籍期間もありますしね、ここのフォワードの補強っていうのはまだあるかもしれません。さあ続いて現時点で公式からの発表はありませんが、移籍の噂が出ている情報を確認していきましょう。ご覧の通りになっております。新たな加入情報の噂では、まずヴィッセル神戸の大崎選手の獲得の噂が12月初旬にありました。それ以降に関しては移籍情報はなく、大崎選手の動向に注目したいところですね。そしてシントトロイデンから松原選手獲得の噂がありました。
これに関しては他のクラブも狙っている情報が出ていましたね。さあ、そして対談の噂ではキャスパー・ユンカー選手に次々と各クラブからの関心が寄せられていますね。海外も含め様々なクラブからオファーが届いていると思いますが、浦和レッズと2年間の契約延長で合意達しているという報道も出ていますし、フォワードのね、補強があまりない中でキャスパー・ユンカー選手の他クラブへの移籍っていうのは考えにくいかもしれません。ということで、浦和レッズとしては大きな移籍が多いオフシーズンとなっています。今シーズンのタイトル獲得に期待ができそうです。ということで、ここまでの浦和レッズの移籍情報について確認していきました。まだまだ移籍期間はありますので、さらなる補強の情報も目が離せませんね。次回の配信も他の J1 クラブの移籍情報について配信していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良いと思ったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。